どうもこんにちは、イサムです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日ですね、大阪の方から帰ってきました。まずはですね、僕はメインでプライベートジム、アクションスタイルというフィットネスジムをねやっているので、そのレッスンを昨日はお休みいただいてね行ってきたわけなんですよね。なのでいつもこう僕がいろんなことをねやってるがために、レッスンの方お休みいただくことをご理解いただいているお客様にまずは本当に感謝を申し上げます。ありがとうございます。無事に帰ってきました。はい。ということで今日からレッスンが始まるんですけれども、まあ、大阪の方ではね、監督をした映画知的財産村の財宝の、映画公開と、それから講演会トークショーをね、プロデューサーの草野くんと一緒に行ってやらせてもらいました。映画っていうのは、そうそう簡単に上映できるもんじゃなくて、やっぱり場所だったり、時間だったり、宣伝だったりとか、いろんな条件がある中での、上映できるもんだと思うんですね。で、その中で今回大阪で上映しませんかとお声掛けくださって、主催をしてくださった皆様、それから大阪弁護士会館というすごく立派な会場でやらせてもらったんですけれども、弁護士会館に集まって映画を見てくださった皆様に本当に感謝を申し上げます。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しかったです。はい。で、今回はね、トークショーっていうのをね、合わせてやらせてもらって、で、やっぱね、トークショーってすごく面白くてですね、こう、ね、MC の方がいろいろ質問をしてくださったりとか、それから、ね、こういうことが聞きたいんだってことをね、はっきり言ってくれるので、あ、そういうとこ気になるのか、とか、あ、こういう話楽しんでもらえるんだな、とかっていうのが生で味わうことができるんですね。なので、毎回こう、刺激的だし、新たな発見があるというか、僕らもすごく勉強になる場で、やっぱりこの映画公開と講演会トークショーのセットっていうのは、すごい楽しいなっていうふうに思いました。で、そのトークショーの中でね、プロデューサーの草野くんが言ってた通り、この公開とトークショーのセットっていうのを、僕らはどこへ行ってもですね、やろうと思ってるんで、うちで上映したいなとか、ここで上映したいなって思ってくださる方がいましたらですね、ぜひお問い合わせいただければと思います。概要欄にその説明、プロデューサーの説明動画貼っておきますんで、ぜひそちらも見ていただいてね、お問い合わせいただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それからですね、これもトークショーの中で言ってたんですけれども、この映画を使ってですね、企業 PRCM みたいな、企業 CM みたいなのをね、作ってくださった会社さんがあってですね、なんかそれってすごい面白いなと思って、まあそういう映画の活用法っていうのはあんまり聞かないことなんで、まあそれも僕が制作をするのでね、企業 CM とか広告で、映画を使いたいっていう方がいたらですね、それもお問い合わせしていただきたいなと思います。僕ら的にはやっぱり、この会社さんの CM に映画を使ってくれたってこう宣伝もしやすいし、なんか面白い試みだなと思ったんですよね。なので、それも他社さんにもやろうということになりましたんで、ぜひお声掛けください。はい、ということで今日は大阪の方から無事に帰ってきたという報告動画でした。まあ、まだまだね、第3作目はこの後にベトナムの公開も控えてますし、まだまだね、第3作目を広げる活動っていうのをしていくし、次回作っていうのもね、この第3作に紐づいて、進めていきますので、まあこれからもたくさんですね、発信したいこと、話したいことっていうのが山ほど出てくると思うので、これからもご注目いただきたいなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日も動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。それでは、失礼いたします。イサムでした。そろそろとどめを刺してやる。このままでは二人ともやられてしまえ。知的財産は俺たちのものだ。お主、ライセンスの契約書を作ってくれ。わかりました。パパはどうして弁理士になったの？投票のエネルギー剣玉です。皆の者、頼んでるぞ。おー、特許を取得した大発明者、受けてみろ。